放課後ネバーランドの動画をご視聴いただいてありがとうございます。篠原明人です。まあ、グループそれぞれ、まあ、こういう役割分担というか担当っていうのに加えて、じゃあその中でリーダーたちがどういうことをしているかっていうのなんだけど、まあ、今はね、今現在はその、まあ、未だにね、こう新人さんたち、こう新しく増える人格がいたりとかっていうのがあって、割とそっちの対応でバタバタしてるんだけど、それがある前の状態で言ったからいいのかな。で言ったら、まず龍さんは表のこうトラブル対応というか、表での非常事態とかに備えて表の近くでスタンバってるっていう感じですかね。こういろいろ生活の中での大きいこう問題だったりだとか、そういうのをこう指揮するというか、あとまあ表にね、こう勝手にホイホイ誰でも彼でも出ないようにまあ見張るみたいなところもあり、まあ通称セコムと呼ばれてますね。で、まあ、サブリーダーの篠原啓太の方は、子ども人格たちの世話が、まあ、主にかな。まあ、うちの子ども人格たちは、まあ、人にもよるけど、まあ、文字の読み書きがあんまりできなかったりだとか、その日常生活でね、まあ、大人なら普通にわかるでしょみたいなことがまだわからなかったりとかっていうことは割とたくさんあるんで、そういうところをね、こう中で教育してるっていう感じかな。まあ、保護者兼先生っていう感じで、まあ、子供たちからはね、先生と呼ばれてます。で、まあ、朝比奈グループは、まあ、治安維持を担当してるんですが、リーダー朝比奈善治は、まあ、どっちかというとデスクワーク派というか、中の状態を、まあ、こうね、いろいろ報告が上がってくる中で、まあ、分析して、まあ、なぜそういうことになってるのかとか、今こうその中が全体的にどういう状態なのかっていうのを分析してこう指示を出すっていう感じですかね。で、まあ、サブリーダーの水木咲さんの方は実動部隊というか現場指揮というか、ね、まあ、稀にね、中で起こるちょっと小競り合いというか、まあちょっと大げさな喧嘩みたいなのを割と物理で止めに行くとか、現場担当ですね。で、まあ、東和田のグループは、まあ、リーダーが東和田詩織、サブリーダー黒沢あかねなんですが、まあ、ここはね、謎。まあ、どっちもまあ問題児の指導に当たっているっていうのはまあ間違いないんだけど、まあ、くーちゃんの周りはまあやっぱくーちゃんがその目があんまり見えない分、そういうところをサポートする気概のある人たちが集まったりとかで、まあ、くーちゃんはね、別動画で十和田グループはこの建物を使ってるっていうのを話してたと思うんですけど、黒沢管轄の人たちは、僕、篠原の建物の方にいるんですね。まあ、割と子供たちの世話も含めって感じかな。まあ、くーちゃんがその、問題児プラス子供たちの世話も、してくれるみたいな感じ。
感じですかね。とわはね、割と独特というか、うちのリーダーたちなかなか全体的に癖が強いんですが、その中でもピカイチで多分癖が強いのがとわだしおりという人で、割とバイオレンスなタイプなんですが、十和田のグループの人たちからはもう絶大な支持を集めてます。なぜかすごい愛されてる。リーダーたちがそれぞれやってることに関しては、そんな感じかな。グループの役割がこなせるように、こう導いていくポジションというかね。そんな感じですね。で、リーダー会議なんていうものも一応あったりはするんですが、不定期で、突然行われるもので、リーダー会議ではどういうことを話すかっていうと、最近の近況みたいな、最近うちのグループでこんなことがあったとか、そういう感じかな。もちろんね、大きな問題があればそれも相談したりはするけど、特にその大きな問題がなければ、近況報告みたいな感じですかね、リーダー会議といっても。今はね、新人さんたちが、一気に増えすぎて、グループの振り分けができてないんで、どのグループにも属していない新人さんたちが山ほどいるんですが、なんで新人さんたちグループに入って、さっさと振り分けてしまわないかっていうと、今までグループって、リーダーたちが振り分けてたんですね。新しい人来たってなったら、新人さんに、例えばハイネちゃんが来た時だったら、ハイネちゃんから聞き取りをして、通称圧迫面接。どういう記憶を持っているかだとか、どういうことがしたいかとか、どういうことに興味があるとか、そういうのを聞き取った上で、このグループにいたら安いんじゃないかとか、あと、こいつとは相性悪そうだなとかっていうのを考慮して、振り分けるっていう感じで、割とね、グループを決めるって大掛かりだったりするんですね。そうしないとまとめきれないという、今までの経験から、それぐらい慎重にやる必要があるっていうことらしいんですが、新人さんたちがね、一気にバンと増えちゃったもんだから、その聞き取りをして、それぞれの 関係性を見てっていうのがちょっと追いつかないという感じで、今新人さんたちはね、未所属 その辺は今後どうなるのか、また振り分けられるのか、それとも振り分けられずこのまんまなのか、もうちょっとわかんないけど、なんならね、新しいグループがもしかしたら できたりすることもなくはないかな。一通りこんな感じかな。あと何だろう。リーダーたちはね、幼少期というか、小学校から高校ぐらいの間の期間で、頻繁に表に出てた人たちなんですが、今はね、表にはめったに出ません。ほんと年一で出るか出ないかぐらい。リュウさんとかはタバコ吸いにちょいちょい出たりするけど、もともとね、表には頻繁に出てた人たちなんだけど、高校2年3年とか多分それぐらいからね、徐々に表に適応できなくなっていって、適応できないっていうのはリーダーたちが長時間表に出てると体の調子がどんどん悪くなっていくっていう感じで、体との拒否反応が
すごい感じになっちゃってるんで、シンクロ率があまりにも低すぎるってことで、まあ今はめったに出ることはないですね。まあ、この動画にね、出てくんないかっていうのね、割と、まあ俺も作業班も結構一生懸命交渉してんだけど、いつか いつか出てくれたらいいね。はい、というわけで、今回はなかなか説明できなかったうちのリーダーたちについて、そしてグループについて、お話ししました。いろいろ頑張ってまとめてみたけど、多分まんまちゃんとまとまってないような気もするな。なんかね、質問とかありましたらね、ぜひコメント欄の方に書き込んでやってください。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。